礼末曽根天満宮は、兵庫県高砂市曽根にある天満宮。秋祭りや天然記念物であった曽根の松で知られる。この神社の創建年代については不詳であるが、社殿では、縁起元年、菅原道真が太宰府に左遷される途上に、ほろ、港から上陸し、我に罪なくば廃よと松を手植えした。後に、針馬国に流罪となったこの菅原厚重が創建した。 ものと伝えている。江戸時代には江戸幕府から衆院状も与えられていた。道真が手植えしたとされる松は、霊松、曽根の松と称された。初代は、完成10年に古紙したとされる。1700年代初期に、地元の昭屋が作らせた約10分の1の模型が保存されており、王子の様子を知ることができる。天明年間に、 手植えの松から未章した二代目の松は、大正13年に、国の天然記念物に指定されたが、昭和27年に故死した。現在は五代目である。枯死した松の幹が、霊松殿に保存されている。屋台夜の屋台竹割り一つもの、数ども、やぶさめが神事として行われる。やぶさめはできる者がいないため、代わりに見てぐらを収めている。一つものは四名。 相手役の行事は一名の男児が務め、拝殿で一つものと行事が逆きを交わす。一つものは、神が表意する振動であったと理解されており、行事はその聞き取り役であったと推測されている。神聖なものとされ、地面に足をつけずに、肩車や馬で見入りする。一つものは仮衣を着て、山鳥の大葉のついた花傘を被り、顔には、化粧を施し、額に、 八の字を書く。行事は、エボシ姿に白い狩り犬を着る。一つものの宮入り、宮出の際、先頭を行く青竹はかつては先頭のみを目的としたものであったが、現在は地面に叩きつけて割る竹割りが行われている。14日に行われるお面掛けでは拝殿において、沖縄米が奉納される。宇治子地域からは11台の屋台、4台の子供屋台が宮入りする。 この地域の屋台はソり屋根型太宮台と呼ばれるもので、北の日の戸が姫路市別所町の宮大工に作らせたのが起源であり、ネ天満宮が発祥である。ネ町地区、伊保地区中筋地区。ありがとうございます。